11月22日、弘前中央製菓で、リンゴの表面に文字や絵が浮かび上がった文字絵リンゴの競りが行われました。会場には、弘前市下湯口の岩崎千里さんが手掛けた来年の干支や縁起物、サンタクロースなど、さまざまな絵柄が入った55種類、179点ものリンゴがずらりと並び、十二支が描かれた大きな品種のスタークジャンボはケースの中で回転するなど、ひときわ注目を集めていました。はい、これがナンバー8000。はい、これがナンバー15000。はい、これ5000。はい、これが様々。はい、はい、様々。はい、これがナンバー1番のチェマー。はい、パチェマチェマー。はい、これがナンバー5万6万7万。はい、パナマナマ。はい、新婦人、これ。この日、最高値をつけたのは、宝船のセット。昨年の11万円を大きく上回る15万円で取引されました。目指すのは毎年これまでの中で一番いいものっていうふうに考えて作ってるんですけども、今年はその、まあ、全部猛暑のせいですよね。その猛暑の影響っていうか、全てそこで本当にいいものを出品したかったんですけども、それができなかった、できなかったっていうのはやっぱりすごく残念です。まあ、その中で高値で取引していただいた業者の皆さんには本当に感謝です。